どうもこんにちは、そうやです。はい、今回はまた工具のご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介します工具はこちら。はい、ドドン。今回ご紹介しますのはこちら、コジホムというメーカーさんから出ました新商品、電動エアダスターをご紹介したいと思います。こちらのコジホムさんはですね、先日電動ドライバーをレビューさせていただきましたヤクーダさんの系列メーカーになります。その時に紹介した、電動ドライバーがこちらですね。電源ボタンを押してボタン操作で、晴天逆転を行えるほか、廃炉切り替えがついたタイプになっております。で、そんなメーカーさんから、新しく出ましたこちら、超強力噴射って書いてますね。早速ですね、ちょっとこちら開封してどんな感じなんかをね、見ていきたいと思います。よいしょ。お、はい、説明書が出てきました。中はですね、こんな感じにまあいろいろ書かれております。あ、なんか入ってる。あ、はいはい、 USB のね、電源コードが入っておりました。こちらはタイプ C ですね。で、最後こちらですね、ちっちゃ、見てください、これすっごいちっちゃ。これ大丈夫なんかな、ちょっと心配になるくらいすごいコンパクト。はい、それでは早速こちら、コジホムさんの新しい電動エアダスターをご紹介したいと思います。とにかくね、ちっさいですけど、これなんか聞くところによると結構すごいらしいです。まず商品の詳細なんですが、こちらね、大容量バッテリーを搭載しておりまして、充電して使うタイプになります。で、バッテリー容量は 5000mAh と、おそらくね、このグリップの部分が全部バッテリーじゃないかなと思います。このグリップあたりで重量感を感じるので、おそらくグリップの中に、まあ、バッテリーがぎっしり詰まっているんじゃないかなという感じ。そしてこちら最大風量がですね、 52m/s。 本当に結構ちっちゃいけど、そんなに出るのかな。でこちらね、背面にあの空気を吸い込んでもこっちから放出するんですけど、そのためのファンがついておりますが、これダブルタービンと記載されていたので2枚バネになってるみたいですね。お、結構これファンの枚数多い。これで風量稼いでるのかな。でこちらは、4段階の風量調節、そしてボタンがですね、もうこれしかないので、これで調整をするという形になります。持ってみたら本当こんな感じですよ。先端のですね、アタッチメント、これ付け替えができます。マグネットでワンタッチです。カチッとはまります。この状態でも使えますし、こうつけても使えます。でこちら背面にはつくのかな、背面にはつかないかな。噛み合わすことはできるみたいですけど、背面にはくっつかないみたいですね。はい、というわけで、まあざっくりとこんな感じです。じゃあ早速ね、こちらボタンを押してみましょうか。本当に強いんかな。え、結構風量あるんだけど、ちょっと待って、すごいな。わかりますか、私のこの手の動き。自然に今持ってるだけ、ボタン押しますね。はい、押されます。風圧で私のこの持ってる方の手がちょっと押される、そんぐらい強い。何これ、え、すごいな。ですね、今ちょっと Amazon の、説明欄を見てるんですけども、風量の切り替え方法なんですが、こちらがね、まあ、電源、まあ、操作ボタンになっております。これをダブルクリック。あ、弱い弱い弱い、はい、すごく弱い。これが優しい。で次が、あ、強くなりました。これ2段階目、3段階目、最後に電源ボタン長押しで、そうそう、おお、すげえ。すげえ、さっきより強くなったんだけど。あ、これボタンを押したらですね、ここにライトがつきます。さっきのライトがですね、This is light first gear、 風量の段階か。はい、1段階目、2段目、3段目で、長押しで最大という感じです。一応ね、英語ではあるんですが、こんな感じで記載がされております。で一応、重量はですね、まあ、結構軽いです。説明書を見ますと 258g、 本当にね軽い。で、バッテリー容量が 5000mAh の 7.4V ということで、電圧はねそんなに、まあ、高いわけではないんですが、風量マジですごい。これ
で最後にですね、こちらグリップの底面に充電用のポート、USB のタイプ C ですね。でここにですねボタンがもう一つあるんですけど、これを押すと、はい、LED ライトこちら搭載しております。これをですねまたポチッと押すと、はい、フラッシュ、そして SOS モード、3種類のモードが搭載されております。これちょっと思ったよりもすごいぞ。早速ですねちょっとこちら使って、まあどんな感じなんかね、ちょっとこの実力を試していきたいと思います。はい、というわけで、早速ですねちょっと風量があまりに強かったんで、なんか比較できないかなと思いまして、私がね以前から使っている、まあ、エアダスターではないんですけど電動のブロワーがちょっと手元にありましたんで、こちらをねちょっと比較対象にしてみようかな。明らかに大きさがね、あ、もう全然雲泥の差なんで、ちょっと比較できるかな、まあ、試しにちょっとやってみたいと思います。で手頃なねちょっと比較対象としまして、まあ、セロハンテープのね、ロールのやつなんですけど、これをこの机に置いて、まあ、どれだけ動くんかっていうのをねちょっとやってみたい。ではまずブロワーの強です。あっちゅう強。じゃあ今度はこちらのエアダスター、はい、これだけの風量の差があります。もうちょっと滑り良さそうなところでもう一回やってみよう。動きません。じゃあ今日、はい、全然違いますね。じゃあ早速ですねこちらもちょっと使って、お掃除と洗車で私はよく使ってるんで、ちょっとその2つをねやっていきたい。じゃあ早速やっていきます。はい、見た感じはですね、まあこんな感じでタイヤカスがね落ちてたり、まあ砂利とか石とかいろんなものが落ちてます。サーキット行った後はねちょっとタイヤカスがよく落ちてる。見えない粉塵とかも結構たまるんでね、定期的に掃除やってます。では早速こちらでできるかやってみましょう。いやどうなんでしょうね。こういったねとこに溜まってるゴミとかも、はい、では続いてこちら今度は車の方で試していきたいと思います。洗車をした後の拭き上げ前とか、雨の中外から帰ってきてもうガレージに入れたいんだけど車はびちょびちょだからできるだけ水気を飛ばしておきたい、そういう時にですねエアダスターとかブロワーよく使うんですけど、ちょっとそのシチュエーションをイメージしながらボンネットをねちょっと一回濡らして水滴のね拭き飛び具合をちょっと見ていきたいと思います。ちょっと濡らしていきます。はい、こんな感じです。じゃあまずはねこちらブロワー使って全面飛ばしていきます。はい、こんな感じです。先端をね結構近づけないとやっぱり飛んでくれないですね。でもう一回ちょっと濡らします。はい、今度はですねこちらこのちっちゃなエアダスターでどれだけ飛ぶんかをちょっとやってみましょう。え、すごいな、マジでこのコンパクトさなのにこの距離からでも水滴飛びます。で取り回しめっちゃいい。まあノズルつけてるからですけど、もうやっぱ重たいし取り回ししにくい。手軽さがやっぱ全然違う。いや皆さんこれ冗談抜きでほんとすごいっす。風圧がすごい、音でわかると思います、この風圧の強さ。マジですげえ。
というわけで今回はこちらコジホムさんの超強力電動エアダスターをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。いやこれマジでやばいです。私なかなかマジでやばいですって言わないんですけど、これはマジでびっくりしました。ちょっとね、使ってみた感想としましては、何度も言うようにこのサイズでこれだけの風量出せるのマジすごい。今回はね、電動ブロワーを比較としてやってみたんですけど、サイズ感の違いがもう何がいいかっていうと、やっぱ手軽さにつながるんですよね。このサイズ皆さんイメージつきますか？ポケットに入るんですよ。すごくないですか？普段から持っておくっていう意味でのポケット工具としてもこれかなり有用ですし、先ほど使った時に思ったんが、やっぱもうこの手のひらサイズなので取り回しがもう最高です。ヘッドライトの隙間とかバンパーの隙間とか、さっきはホイールの表から拭いたんですけど、ホイールの裏に手を回して足回りのね水気を取りたい時とか、もうこれ余裕で入るんですよ。このコンパクトさに収めてきたのは本当すごいと思います。そしてこれからね、こういったエアダスターを買われる方、やっぱ初期投資としてこれ一つ買えば全て済むっていうのはいいですね。他社製品のエアダスターを買うとしたら、まあバッテリー付きの安いやつを買うか、本体を買ってもバッテリーはね別売りっていうパターンが多いんです。ですがこちらはバッテリー内蔵式、そして充電をすればどこででも使える。スマホを使われている方だったら電源アダプターさえね流用すれば、もう他に買うものは何もいらないので、コスパとしても結構いい方だと思います。ただ1点だけね、ちょっと気になった点としましては、ずっとね使ってるとやっぱね、このグリップの中にバッテリーが搭載されてるんで、グリップが結構熱くなります。持てないほどではないんですが、あーだんだん熱くなってきたな、ちょっと気になるなっていうくらいですね。なんでずっとこうやって拭き続けて車一周するっていうのはちょっとやめといた方がいいかも。こまめに電源をね、こう要所要所で入り切りしてしっかり水気を取る、もしくはしっかり掃除を行う、いろんなシーンでね活用できる工具じゃないかなと思いました。はい、というわけで今回の動画はここまでになります。今回紹介したこちらの商品は概要欄の方に URL を貼っておりますんで、そちらの方からご確認いただけたらと思います。またこんな感じでいろんなものを紹介していきたいと思いますので、よろしければ今後もご覧いただけると幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。